よし。さくら。はい。Dewa Mahendra. Jadi kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menamatkan game Tartus Kemudian Ultimate Ninja 5. Jadi mungkin kita akan bagi beberapa part dan mungkin akan aku skip beberapa kalau nanti malah bikin game ini jadi terlalu lama. Jadi kita akan masuk ke epic momennya aja. Oke, jadi langsung saja kita lanjutkan. Biasa guys, kita そろそろじゃな。はい、ここで最後の休憩を入れましょう。何言ってんだってばよ。ガーラが近くにいるってのに。jadi di sini Naruto udah gak sabar guys ya untuk selamat negara, tapi selanjutnya butuh istirahat. もう休憩は十分だろ。ちょっと待ってよ。カカシ、なぜあの小僧はタザトのガーラをあそこまで助けよう。あいつも人中力です。確かにナルトにとって砂隠れ自体には大した思い入れはないでしょう。しかしガーラ君はあいつと同じ人中力です。砂隠れにいるどんなものよりもナルトは彼の気持ちが分かってしまう。この里においても人中力を見る目は冷たいものですから。だからこそ助けずにはいられないんですよ。ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間ですから。仲間か。かつてガーラに術を使って主覚を憑依させたのは他でもないこのわしじゃ。四代目と相談して我が砂隠れを守るため、里の安全のためにやったことだった。じゃがわしのしてきたことは里を守るどころか。いえ、千代婆様は十分お若いですしね。そうじゃな、老いぼれのわしにもまだ。さあそろそろ行きましょう。あいつを一人にするとどんどん先に引かねない。ああ。結界が仕掛けてあるな。これでは侵入することができない。どうしますか、海先生。テンブルガイ、ユガウマンティ、テンタカ。それは五風結界だ。untuk menyelamatkan Gaara, dan mereka sudah ada di depan persembunyian Akatsuki. 遅かったな、カカシ。いやいや、途中めんどくさいのに絡まれちゃってね。ナルト君、
さくらさん。よし。ナルト。皆さん、一足早かったんですね。あら、そっちのおばあさんは？あ、砂の相談役の方です。さて、カカシよ、この結界はどうすれば外れる？この五風結界は、近辺に金と書かれた札を五箇所に貼り付けて結界を作ってるのよ。だから、目の前の札と他の四箇所にある札、その…なるほど。ならば…Jadi Neji ini punya kemampuan gabungan yang dimana dia punya skill untuk melihat jarak jauh. Yosh, Kakashi yo. Ah, tanam. Yosh, Gaihan. Ya, jadi kita berjar untuk menghancurkan markas Akatsuki. Kemudian kita harus melepas tag-nya satu-satu yang dipisah dari banyak penjuru tempat. よし、時間をかけるわけにはいかない。おね、スキルは百ガン。ネジ punya スキル百ガンと melihat mus pandang atau jarak jauh. Jadi kita disuruh mencari tank skill untuk membuka tempat kesembunyian akar suku. Kita sambil grinding ya, sambil nyari-nyari, sambil ngulet-ngulet barang.なるほど。結界が外されてもトラップが発動し、まさか自分自身の偽物が現れるとはな。カイ先生、おそらくは他の3枚も同じような罠が仕掛けた。リー、これでは恥。jadi kalau kita melepas sealnya itu kita akan melawan kloningan dari diri kita sendiri guys. Kita akan melawan kloningan guru gai menggunakan guru gai.戦闘開始。Oke, kita sudah berhasil mengalahkan kloningan dari guru saya. Kita lanjut nyari nyari tank kecil tempat persembunyi nakas suci. Ambil nyari itu.
お前ね。今度は私ピッチをどっちが暗記戦闘開始ya, kita berikan kita melawan poningan kita残す。やだけどは。当たる。
坊さんですか。Cloning Rocky udah balas. Sekarang tinggal satu lagi. Dan pasti melawannya Cloning Han ini. どうやら札を剥ぐことには成功したようだな。よし。さて、どいつが人中力かな。ガーラ、てめえら、てめえら、ぶっ潰す。あいつか。どうやらそうみたいだな。旦那、これ言ったら多分怒るだろうけどよ。あの人中力はオイラがやる。うん、ノルマは一人一匹だろうが、図に乗るなよデイダラ。芸術家ってのはより強い刺激を求めねえと感情が鈍っちまうもんなんすよ旦那。キュービの人中力はなかなかに強いって噂だしな。ナルトと俺は外のやつをやる。サクラと千代婆様は中のこいつを頼む。ラピンやましい気がない。
がすかよ。よし、ガーラを返しやがれ。変わった人中力だな。お前、人中力はネクラで人嫌いだと聞いていたがな。それにこのガーラというやつも珍しい。ここまで他人に思われていた人中力もいなかった。かわいそうな嫌われ者同士。ガーラは一尾を抜いたから死んだ。お前も直にそうなるんだよ。てめえらは潰してやる。Kita akan melawan di darah, guys. Oh ya. Tentu, kaisi. Kita lawan di darah, guys. Tentu. Kita sehat di depan kecepatan. こいつで決める。影分身の術、大玉螺旋だ。よっしゃ、な行動をとって。カカシ先生、俺なんかの相手をしてていいのか。シャリンガンのカカシよ、言っちゃなんだが、サソリの旦那は俺より強いぜ。多分な。残してきたサクラたちが気になるが、こっちはこっちで気を抜けない。さあどうする。アルト、落ち着け。人中力を取られただけじゃなく、面倒くらいで済めばよいがの。とうに隠居した身のあんたが、この俺にかなうとでも思っているのか。それはなってみなくてはわかるまい。とは言っても、まずはサソリのやつを引きずり出さねばなるまいがな。引きずり出す。今のあやつはまことのサソリではない。本物はあの中に隠れておる。あの中に本物が。しかしあのヒルコは防御に特化した傀儡。あれを破壊する術を。しかしじゃさ。Sasori yang kita lihat itu merupakan boneka Hiruko yang dimana Sasori buat untuk memperkuat pertahanan. Jadi dibuat untuk fokus pada defense. わかりました。Jadi sekarang kita akan membuat Sasori yang asli keluar.フォローは
任せておけ。それは絶対にそろそろいいか知ってんだろ。安心しろ、行きます。頑張れ、ngobrol。 戦闘開始。 OK。 はっ。 じゃあ、ちょっと待って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 、まずは成功じゃ。はい。まさかヒルコが壊されるとはな。遊びは今日で終わりだ、サソリよ。果たしてそううまくいくかな。ここからが本番じゃ。逃がさねってばよ。なかなか近づけねえ。人中力をやるとは言ったが、もう起爆粘土は少ねえし。どうし、そもそもあのカカシが邪魔だな。サクラたちから離れすぎたな。これ以上の移動は避けたい。こりゃちんたらしてられないな。後ろへ下がっておれ。まずは千代ば。あん、いいだろう。ま、それは。どうしたんです。それは三代目風影。そう。
歴代の風影の中でも最強と謳われた忍びだ。こいつを作るのには苦労したが、さ、隠居の重い腰を上げてみるもんじゃ。まだまだ死ぬには心残りがありすぎる。我が孫が悪党に身を落とすだけならまだしも、里を裏切り三度も風影に手をかけようとは。三度？四代目風影を倒したのはオロチマルじゃったが、それを手引きしたのはあやつじゃ。そして今回のガーラも、さらには三代目まで。おいおい、四代目ってのは俺は知らねえぜ。手引きは俺の部下がやったことだ。確かに暁ではもともとオロチマルと組んでたからいろいろやったがな。オロチマル、あなたは。だからなんだ。どうせここで倒れるお前たちにも。それはどうかな。お前の行いは身内で。ああそうじゃ、お前が父と母じゃ。今さらそんなのでどうするつもりだ。Jadi sesuatu ini dia ini Theo guys ya, dan boneka yang dipakai oleh Theo itu adalah orang tua dari sesuatu yang dimana sesuatu sendiri yang buat boneka ini. Jadi kita bakal olah alat sesuatu ke dua orang tua, ke boneka dari kedua orang tua. Sasato yaru ka. Dan boneka yang dipakai sesuatu itu adalah masih kaki. しろ、すぐに済む。頼りないババアに見える。これでしまいじゃ。幕引きにしようぞ。その日に十機近松の衆。どうじゃ。ほれ。しまいじゃ。もう九回。まだまだ青いの。年を重ねた分だけ すごい。やるな。そ
そうか、久方ぶりだ自分。さあ、この状況、私はどうしたら。さくら、お前を逃がすくらいの時間は。私は3年前ナルトと約束したんだ。今度は二人で一緒にって。だから私はこんなところで、こんなところで負けるわけにはいかない。ザクラ、あいつは私が倒します。何を言って。すみません、でも引きたくないんです。約束。それに綱手師匠から受け継いだ魔剣気が嫌というほど仕込んでありますから。さくら、約束だか魔剣気だか知らねえが、そんなもので俺に勝てると思うなよ。行くぞ。Jadi kita bakal pakai Sakura guys ya, lawan Sasori. Apakah Sakura akan menjadi beban? ね、私の性格、女の子の本心を見せてあげるわ。これが私の本心よ。女の子には気を使いなさい。まさか。サクラ、お前は毒を受けたにもかかわらず無理して戦うから、毒がそれだけ早く回るだけだというのに。我慢しろ、すぐに終わる。無駄だ、すでに医療忍術を使ったとしても。己の生命エネルギーを。そもそもこれは親を亡くし、親の傀儡と共にいることで寂しさを紛らわしていたわしの孫のために編み出した術じゃ。何？この術があれば、傀
愚にすら命を吹き込むことができ、くだらねえくだらないついでに、そこのガキに一つ、お前はオロチマルのことを知りたがっていたな。それなら草隠れにある、どういうこと？オロチマルの部下本当にくだらねえ。何やな、何やな。降りてきやがれ。ナルト大丈夫だ、必ず。いいか、ナルト、お前はこの手の相手には慣れていない。じゃあどうしたらいいんだってばよ。こういう時はこっちで奴の隙を作り、そこにつけ込むしかない。どうやって？遠距離補助系の忍術を持っている奴が、はい、ま、要するに、カカシ先生。ああ、その間お前は奴の隙を見つけて、あの時よし、それじゃ行くぞ、ナルト。オッケー、apakah kita akan menggunakan kakashi, guys? 戦闘開始。オッケー、オッケー、kakashi です。alahkan di darat. jatuh.油断しすぎだよ。始めますか。サンゴ。飛んで戦艦で。ま、この程度ね。勝負あり。ま、俺もそうダサくはないってことだ。戦いに夢中になって、しかしさすがはガーラ。ぶん殴ってやる。やれるもんならやってみな。油断しすぎだよ。なんだ今の力は。お前だけは絶対許すわけにはいかねえ。なるほどな、これが九尾の力ってわけか。kita bakal make Naruto mode ngamuk guys ya, untuk melawan Deidara.
さすがに人中力粘土もチャクラももう足りねえ。お前を逃がすのは惜しいがな。逃がさねえ。ナルト止まれ。逃げた。さくらちゃん、ようやく会えた。こっちも。はい、あとはガイたちが到着するのを待つだけだな。ナルト、なんでガーラがこんなんで死んだんじゃ。風かけだぞ。ガーラの死にと mati gak sih karena curiginya sudah diambil oleh Akatsuki. 少し落ち着き。Jadi kalau curigi itu kalau pondangnya diambil ditarik dipaksa keluar.Jadi pemiliknya itu bakal meninggal. Jadi Gaara itu meninggal karena bijunya diambil oleh Akatsuki. Gaara が何を思ってたか少しは聞いたことあんのか。何が人中力だ。偉そうにそんな言葉作って呼んでんじゃねえ。ナルト、サスケも助けらんねえ。3年も必死に修行して3年前と何も変わっちゃいねえじゃねえか。Jadi Naruto sedih karena gak bisa menyelamatkan Sasuke maupun Gaara. Padahal dia sudah berlatih sama Jiraiya selama 3 tahun. Tapi tidak ada hal yang berubah.
婆様、その術は。何しようってんだ。ガーラ君を生き返らせる。生き返らせるって、そんなこと。くそ、チャクラが足らぬ。Jadi di sini Nenek Tio berusaha menyelamatkan Gaara dengan mengorbankan nyawanya untuk hidupkan Gaara kembali. Tapi dia memerlukan banyak cakra. Untungnya ada Naruto di sana, jadi dia bisa menggunakan cakra Naruto yang berlimpah karena Naruto punya Jinchuriki Kyuubi, Biju Kyuubi dalam tubuhnya. Jadi dia punya banyak stok cakra. Banyak.砂の上にいるどんなものよりもナルトは彼の気持ちが分かってしまう。どんな里でも人中力わしの手の上に、だからこそ助けずに、ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間ですから。くだらぬ年かつて、しかし最後の最後になって、砂と炎これからの未来はわしらの時とは違ったものになろう。ナルトよ、お前はガーラの痛みを知ってやることのできる唯一の存在じゃ。ガーラもお前の痛みを知って、助けてやってくれ。ガーラ、ガーラ、ガーラ。誰だ、誰を呼んでいる。誰だこの手。なんだ、俺の手か。俺の手。俺。俺とは誰だ。やっと会えた。ナルト。世話駆け上がって。なぜお前がここに。俺だけじゃねえ。お前を助けるためにみんな走ってたんだってばよ。俺はばあちゃんがすごい医療忍術でお前を生き返らせてくれたんだってばよ。今は疲れて寝ちゃったけど。違う。え、医療忍術なんかじゃない、転生忍術。どういうことだってばよ。聞いたことがある。
自分の命と引き換えに死んだ者すら生き返らせる術が。ジオバー様、ばあちゃん。ナルト、チオバー様はお前とガーラ君に未来を託した。うん、三代目のじいちゃんと同じだ。そうだ、penggunanya akan mengorbankan dirinya untuk menghidupkan nyawa yang dia selamatkan, tapi mengorbankan dirinya itu sendiri. Jadi Gaara ini banyak drama guys ya. みな、チオバー様に祈りを。じゃあな。お。普通ならここで握手とかして別れんだろうけど、俺ってばそういうの苦手だからな。このまま、これで終わりか。さすがね、この程度の修行じゃ物足りなかったかしら。この様子なら大丈夫だ。Itu aja kan gimana lagi kan? Tapi ada lagi kan? Oh, dah balik. Konoha no Sato. Sore dewa na, Kakashi. Ah, iroiro to tasukatta yo. Sate, ore tachi mo koko de kaisan da. Futari tomo, shikkari karada o yasume toku youni. Osu. Sore ja.私は師匠に報告に行ってきますね。ああ、俺も後で報告に行くと伝えといてくれ。わかりました。よし、俺は一楽ラーメン直行。私もお腹ペコペコ。報告が終わったら何か甘いものでも食べに行こうかな。さくらちゃんってば、甘いものばかり食べるとジョージみたいに。へえ。
元気だね、あいつら。どうやら俺の方はダメっぽいな。前の戦いでチャクラを使いすぎたか。仕方ない。次の任務はあいつに代わってもらうか。時間もあるし、その辺をブラブラし。あ、やった。おお、スライム。Jadi misi kita menyelamatkan Gaara sudah selesai. Kayak segitu dulu. Jadi kita segitu dulu, karena video ini bakal dibagi jadi beberapa part. Kita akhiri untuk part Gaara, misi penyelamatan Gaara. Lalu kita akan lanjutkan di part selanjutnya untuk misi penyelamatan Sasuke. Reuni dengan Sasuke. Jadi ditunggu untuk part selanjutnya guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.